新しい仲間。おお、やったー。うおー。ちょっと待って、考えさ、いや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 、アイドルピコ太郎。お、4人目来ましたね。新しい仲間来たみたい。これで4人パーティーが結成します。まあこうするとね、しばらく、パーティーがしばらくこの4人で冒険することになります。では最後の仲間を召喚いたします。さあ誰が来たでしょうか。そう、このお方、リリア様。こいつはね、まあ、振り返り動画でね、まあ、隠しボスに果敢に挑んだレベルのね、まあ、努力症キャラですね、もう。来た、魔法使いリリア。やっと着いた。遅くなってごめんね。魔法使いリリアだよ。精一杯頑張ります。4人目。これで4人パーティー。いよいよ4人パーティーか。こっからが本番ですね。あ、何？え、ちょっとこれ知らない、このイベント知らない。リリアが仲間に入りました。わー、ようこそー。みんなこれからよろしくね。あのさ、なんか浮いてんだよ。3人折りキャラなんだよ。まあ俺は実在するけど、3人折りキャラ1人ピコ太郎なんだよ。盛り上げ役みたいなんだよ、コホン。さて、4人の仲間が集まったわけですが、僕たちの旅には目的があります。大魔王の魔の手からミートピアを救うという大きな目的が。きっとこんなの旅になるでしょう。みんなちょっと、なんかみんな、みんな渋い顔してるよ。4人一緒に頑張って。ネティラー、もう食べていいかな。うん。みんな仲良く旅しようね。うん。乾杯。いいねー。ずっと、この4人で仲間できたらいいね。今日はいい天気だねー。こんな日は、自由時間にしよう。じゃあ僕この旅やめるね。自由すぎ。何の漫才。ちょっと待って、敵多くね。来た、リリア様。来たぜ、様をつけて呼びなさい。ファイヤー強ー。ま、あの魔法使いは特に AI もかね、完璧に賢いからね。魔法使いは AI 操作だとめちゃくちゃ強いっす、ちなみに。かなり言うの、なんか喜んでる。あ、リリア様でも耐久低い。最悪安全地帯に逃げることも考えないとね。これは大丈夫、回復。うん、いやいやいや、自己回復、自己回復。基本的に4対4でなった時に負けることはないだろうけどね。で、自分は力みなぎってる状態なんでね、ステータスが上がってる状態でいきましょう。いくぜー、せーの、ソウル 15! ソウルとは思えない回復。まあ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 。ピコ太郎？おや？アンコール。あ、自分か。了解。オッケー。このステータスが上がった自分の行動がもう一回行くのは強すぎる。行ってこい。ほい、銃。戦士顔負け。ファイヤー。いや、ガス欠しやすすぎる。魔法使いはどうあってもな。ガス欠すんな。来た、あんな、ジャンプ切り。ジャンプ切り。それ、12。勾配攻撃。いいね。いや、みんななんか、4人だと急に楽しくなるぞ、このバーゲーム。分かってくれるかな。ミートピア体験版。さあ、前回ね、一部のボスを倒しまして、この人たちに話しかけると顔が戻るイベントが発生します。まあ、とりあえず見ておきましょうね。はい、皆さん、このイベントをね、かなりの回数見ることになるんですけど、皆さん我慢してくださいね。あれで顔が戻った？ふぅー、助かったー。顔が怪物にくっつくなんて、さすがの僕もびっくりだよ。初め言ったじゃんね。あ、金もらえんだ。ありがてー。序盤は資金繰り大変だからね。ありがたいわ。さあ、というわけでですね、とりあえずマップの方をね、進めていきたいと思います。一応は村の最初のね、町、村？はい。の方にはね、どんどん進んでいくと、その先にね、顔のボスがいるんでね、それを倒していく流れになります。中ボスをね、どんどん削らしていきます。よろしくお願いいたします。さあ、4人になりましたね、いよいよ。ピコ太郎、一応全員メイクとかウィッグもちょっと変えたんすよ、実は。ピコ太郎がね、一番変わってないわ。女性陣のウィッグすげえな、にしても。髪派手なやついっぱいいんだけど。来たね。さあ、これは誰かな。ひゅー、
さあ、行きましょう。4人でボス戦の始まるよ。ロックの港。いや、ちょっとかっこいいな。ロックの港っていうと、なんかいるな、結構。まあまあ大丈夫です。あの、メニューで、自動行動してたんで解除しますね。これ自動行動するとね、稼ぎの時に便利です。じゃあ行きましょうか。スタート。自分が先制しますね、まずは。まずはね。まあ、とりあえず、雑魚敵からね、あの、倒していくのは、ね、RPG の鉄則行きましょう。そのまま行ってみる。リーダー様、ファイヤー！あー、でも、倒せないの？マジで？あー、そうやって回復し始める。そうか、二人で倒せない。来た！手助け。これで、二人で攻撃。手助けすると二人で攻撃だから、もう、普通に火力が二倍だからね。強い強い。いてー！二回行動で範囲攻撃か。え、普通に強いな、君たち。リーダーさん、ファイヤー。そっか。普通に敵強いんだね。まあ、ここは普通に。はい。キュア。で、この状態で安全地帯を使って、ティラを避けておきましょう。HP 11なんでね、下手するとやられる可能性がある。避けておくに越したことがありません。まあまあまあ、黙々と、元気！行くよ、来た！ハッスル攻撃！自分に反動ダメージあるけどね、その分強い技が出せるからね。序盤のうちは、から活躍します。これ強いね。いやー、普通に強い。よし。待って待って。あ、ちょっと待って。自動で進んじゃう。そっかそっか。この X でメニュー開いてる間も、自動で進むから、ちょっとやりづらくなった。3DS の時はスタ画面ポチって一回押せばさ、待機にできたんだけどさ、今作は、戦闘スピードが速くなってるわ、少し。ちょっとだけ難しくなったね。早押しテクニックがいるんだけど。とりあえず、自分が前線出て、アンラ行くよ、ジャンプ切り !26 強すぎ、いけ、ピコ太郎、うおピコ太郎は何をしとるんや。やばいやばい、ちょっと待って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 、危ね待って、結構早押ししないと間に合わねえな。ここはアンラ、主火力は、とりあえず回復しとくべきだな。で、リリア様が安全地帯から出たら、ピコ太郎下げるわ。これでいこう。まさか、嘘、この緊急事態でお前何をしてるんだ、この緊急事態何しとるんだお前は。6しか回復じゃない。この緊急事態お前何をしているんだい。この緊急事態に、お前はなんでそんなサボり始める。やばいな。はぁ、避けて避けて避けて、あんな避けて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 、あんな、あんな、あんな、命の振りかけで目覚めた。復活です。これ復活なんですけど、めっちゃ強いじゃんと思うじゃないですか。1回しか使えません。その宿屋の戦闘中の1回しか使えないんで、ダンジョン攻略1回きりですね。いっぱい使ったらそれ強すぎるんで。てかこういう時に安全地帯だけでなく、私も今忘れて、ちょっと、私もね、忘れてたんですけど、HP フリカケ使えばよかったんですよ。HP フリカケ使えばよかったっすね、これ。これ使えばよかったんだよね。なぜ私はフリカケを封印していたんだろう。あんら、いやー、まあ、HP フリカケ忘れてたわ、存在を。というわけでね、まあ、せっかく来たんで、ここは使っていきましょう。命の振りかけ。大蘇生。そうだ。てか、結構これさ、ポッポってやらなあかんね。あ、嘘。あ、嘘。あ、そんな、やれやれじゃないんだよ、お前。こっちがやれやれと言いたいっすわ。さあ、次は不思議な森で中ボスがいるんじゃないかな。来たか。これアイリンだな、わかりやすく。あら、それは可愛くなる？これもしかして結構可愛くなるやつ。顔によってはさ、あ、そこそこ可愛いけど、もうちょっと目が上がいいっすね。これはまた、でもさっきみたいにふりかけちゃんと使おうか。さっきふりかけケチってたからやられたか説あるから。しっかりね、行こう。で、笑いだけはね、ワンチャンカーブ使わないといけないのかな。まあ、とりあえず、雑魚敵から処理はテストオーク。アンナ手助け、いいよ。これで二人で攻撃や。アンナの高い攻撃で手助けしてくるのありがたい。多いね、確率取っていく。余裕だね。リーダースマン、ファイヤー安定、アベレージャーって。ピコ太郎さん、うおー、ピコ太郎ピコ太郎は何をしとるんだ。もう少しいい AI が。よし、アンラ、行くぞ。いや、アンラがね、攻撃するときに、こうやって加勢するのめっちゃ強いね。オッケーオッケーオッケー。二人の力よ、これが。アイリンネズミ。あ、で、範囲攻撃強いね。範囲攻撃強すぎだろう。危険なのはリリア様だね。一応、ボーダーライン的には。オッケー。
キュア。オッケーオッケー、いいよ。リー様、ファイヤー。 MP 振りかけが少ないな。まあここは振りかけ使ってもいいけどね。安全チェン。この時点で一番下げるべきは誰？アンナ。アンナだね。これアンナ下げる。うん、アンナ下げる。ピコ太郎？これは誰に？アンコール了解。オッケー。それはお前の行動権は全部自分にくれ。お前の行動権全部俺にくれ。これでキュアが2人連れてるからね。はい、キュア復活。なるほどね。でここで安全地帯からアンナ出しちゃうか。で、あとどんぐらい？あー、いやー、もうちょっとだな。さすがにもうちょっといるね。キュアを自分でいきましょう。キュア。まあまあまあ。で、ここで安全地帯で、おー、リリア様、ちょっと待ってね。ファイヤー。リリア様下げて、自分下げて、リリア様に MP 振りかけ。まあ、どうせこのボス、ボスは基本的にはね、この層を終えたら、そのまま終わるんで、振りかけガンガン使って大丈夫です。よし、行こう。みんな頼むわ。アイリンネズミ。いや、強くねえか。範囲攻撃ちょっと強すぎだね。ピコ太郎！うおピコ太郎、うおじゃねえんだよ。なんでおめえは通常攻撃大好きなんだよ。あら？力を貸せよ。いけ、あんだ！ティラ、ジャンプジャンプ、プラス 1！ 強い !26 は強いな。いや、主火力がやっぱ2人いると強いな。素敵！よし！今度は少し遠回りして、ここのダンジョンを越えた先にね、顔があるんで、もう一人の、この先を越えていきたいと思います。まあ大丈夫でしょ。お、川底の洞窟。なんか初心者ダンジョン的な感じだね。こう、川底とか なんかさ、小さなとかつくとなんかさ、初心者向けっぽくていいよね。ちょっとね、このエコーもあるのがいいよね。ちゃんと作り込まれてるわ。じゃあ、どんどん行きましょうか。走れ！あー、バンシー。テイルズだともう裏側に出てくるようなやつなんだけどな。バンシーどんなんだったっけ？もう覚えて、序盤の敵は覚えてねえな、さすがにな。リーディア様？来た！新しい技！ライトリング！来た、ライトリング！そう。隣も巻き込むなんですよ。え、何？え、天然行動、狙いを間違う。ああ、それね。どっち。どこ狙ってんだよ。嘘の木、あ、やっぱり。騙されない。ああ、まだ状態異常一体なんだ、この時代は。オッケーオッケーオッケー。後半になってくるとね、全体に状態異常かけてくるやつもいるんだけどね。まだ一体なんだね、この時は。さすがに全体だと強すぎるもんな。え、何？あ、やべ！やっちゃった！後ろに隠れる。マイペース。ああ、危ないな。うらら、あら、かわって。どか。あ、助かった。ティラ。でもこれね、確かにその、魔法職の後ろに隠れちゃうとかいう困った行動であるんですけど、その、プレイヤーが、擁護するとね、プレイヤーが魔法職になる、分には別にいいんですよ。魔法職は耐久力低いからね。だからね、耐久力高い仲間にかばってもらえばいいだけなんで。まあ、ありっちゃありですよ、これは実は。僕はマイペースを高評価してます。攻略サイトルはね、かなり酷評されてます。いや、26強いあんな。あんないいね。さあ、あんな行ってこい。あんな !27。クール！これは弱点つく。いけ！オッケー！まさか英吉とは。ねえ、ピコ太郎ってさ、決め台詞ある？あ、決め台詞か。ピコ太郎はあるでしょ。教えて。あ、決め台詞。じゃあ決めるか。なんもあれなんか結構26文字までいけんの。じゃあ